おはようございます。モテック工作美空研究所朝礼、今日は令和5年1月14日土曜日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。砂塚森田さん、おはようございます。森本あかねさん、前回おはようございます。自己紹介ありがとうございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石香さん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。自己紹介ありがとうございます。友人さんがね、唇を切ってくださいましてあれ、まさか僕一応小山さんに自己紹介お願いしますって言ったつもりが、メンバーさんが先に音声配信で自己紹介を始めるという、その唇を切ってくださいました。ナイスアイデアですね。あれ良かったですね。本当にありがとうございます。そして中島明さん、おはようございます。そして佐藤直くん、おはようございます。直くんも自己紹介してくれて、まあ直くんも先月入ったばっかりなわけですけど、直くんも先月入って、でまあこう近々ね、自分のコミュニティも立ち上げたいなとか思っていると思うんですけど、やっぱりその自分が新しく入った側になった体験っていうのが、まあ、まず一つね、自分が運営していく時には、そのまあ運営して集まってくるメンバーさん側の視点に自分が一回なっておくっていう、それ大事だよねっていうので、まあ、それは先月直くんがそのポジションだったわけですけど、でまあさらにその次に後輩新しく次の人っていう時に、直くんが一歩先に入ってて、で次の人に向けてどう接するかって、コミュニティがこう増える時には必ずそのステップを踏むわけじゃないですか。最高だなと思いましたね。そこがなんか直くんの自己紹介の中で、まあ自分のことを話しながら、話した後にアフタートークしてたじゃん自己紹介に、自分が今たった今した自己紹介に対して、こんな風になりましたねって言ってアフタートークするっていう新しい面白いですね。あんなの見たことないよな。いや、よかったですね。あ、友人さん、おはようございます。昨日は先陣を切ってくださいましてありがとうございました。そしてですね、新規メンバーとして小山愛さんが昨日ね参加してくださいました。小山さん、愛さん、おはようございます。小山さんはですね、どこつながりかというとですね、まあ今までその走る学校でスプリントトレーニングを全国各地で会ったことある人もない人も、まあそこ共通点だったっていうところが、まあその9人の共通点だったんですけど、小山さん初めてで、そこ以外のつながりっていうことですね。で、もう研究テーマがあると、あ、もう最高だなと、なんかすげえ応援したいというか、お手伝い僕がしたいなと思ったのはですね、だし、お味噌汁とかのだし、アミノ酸とか、なんだっけ、ちょっと成分忘れたけどなんかいろいろあるんですよ。だしってあるじゃん、スープですね。で、まあ、その営業、まあ、食品会社なんですか、直接その会社とか今現時点の営業のお仕事がどこまでなのかっていうのはちょっと詳しく分かんなかったですけど、まあでもその無添加で健康的な食品を扱うっていう文脈ですよね。で、それは当然僕らとしてはめちゃくちゃ興味あるじゃないですか。まあ、スポーツやってたらスポーツの知識身につくんだけど、食品が抜け落ちるっていうね、僕はずっとそれ感じてたんで、あ、もう最高の人に来てくださったなと思って。で、営業はしてたんだけど、じゃあそもそも出汁って何なのっていう、研究をちゃんとしたいっていう
お話で、なんか僕にメッセンジャーでメッセージくださって、まあだけど、まあ、ずっと理科系だったわけじゃないし、そのお仕事上営業としては私は使ってたんだけど、ちゃんと研究するってどういうことなのかっていうのが、まあ、すごくハードル高く感じちゃうんでしょうね、研究って言葉が。でも僕はもうなんかメッセージ読んですごいご丁寧にくださって、もしよかったら活動を応援したいからサロンに参加してくださったら僕もできることやりますよっていうお返事をしたところ、まあ、即入ってくださいまして、で、まあ、具体的に出汁の研究って言っても出汁のなんだろうな、まあ、例えばちょっとウィキペディアを早速ググって見てみましたけど、まあ、一般的に言うとみんなが思いつくのは茜さんが使っている関西出汁と、まあ、僕とか直くんもそうなんですか、と友人さんとかゆかさんとか、まあ、関東だしっていう、まあ、大きく分けて東西の分類があったりとかで、まあ、そもそも取れる海産物が違うから、でその海産物なり植物なりから、まあ、茹でた時に出てくる成分次第で味変わったり、その香りを大事にする文化があったり、まあ、それがこう地域性あるよねっていう、まあ、分類的な研究もまあありそうだなと思いましたけど、まあ、それならそれで整理すれば単純に普通に僕は研究だなと思ったんですけど、まあ、それかまあ、成分、こういう成分が含まれているとこういう味に感じるようになるとか、こういう成分と組み合わせが良いものはこういう食べ物であるとか、それはなぜかというと、まあ、化学物質に分解して考えたら、まあ、これとこれはこう調和しやすいみたいな、なんかそういうことまで、まあ、それは本当に理科っぽい話ですよね。だから理科っぽい話としての研究に持っていくのか、いろいろありそうだなと思いましたけど、まあ、でもその愛さんはまあ、とにかく出汁について研究してみたい欲が芽生えたということで、でもその研究してみたいと思い立ったけれども、研究ってどうやればいいのって思ったんでしょうね。で、あ、確かにそう思うよなと。で、それをまあ僕がお手伝いできそうだなと。これをもうその直くんの時もそうだったけど、めちゃくちゃ自信あんのよっていうね話なんですよ。それは僕が研究者だからでもあるけれども、まあ、同じ研究者でもそうだな、まあ、例えば僕気象学者、気象の研究をしている、で気象の中でも雨の研究をしている、風ではなくて雨だっていう、なんかまあ分かんないけど、そのいろいろ絞っていって、専門分野絞っていって、でその専門分野にひたすら特化してて、それをこうとにかく掘り下げるっていうタイプの研究者ね。でそれ以外のところに一歩外側に出ると、まあ、ある種その専門分野に対するリスペクトとして、あんまりもう口を出さないとか手を出さないとか、まあ、そういうスタンスもあるんですよね。でまあ、僕の場合は逆で、広く浅くどの分野にでもこう顔出して話聞いて、へーっていうのが僕のスタンスで、結構珍しいんですよ。珍しいっていうか、だから、まあ、ある意味そのどの分野の話でも僕は聞けちゃうし、ある意味その自分の一番専門分野に対してあんまり集中してないよねっていう言い方もされるけど、まあ悪く見られもしないですかね。珍しいので、希少種はある意味その珍しいものはその業界に一人はいた方がいいっていうポジションを取るっていう感じですかね。で
バリバリその論文の本数がひたすら増えていくっていうタイプの人と、僕はそっちではなくて、なんか独特な論文書きますねっていう感じの、たまに。で、それって結局その効率よく論文を書くことにはあまり興味がなくて、あっちこっちこう見聞見聞きする範囲がめちゃくちゃ広くて、んで大体研究ってこういうものなんだなっていうのが僕の行き着いてるところで、僕が今思ってるのは、愛さん自身もそうなんですけど、結局生きてると何かしらの、研究者になっちゃってるじゃんっていうことなんですよ。でもうすでにやっちゃってるよね、すごい詳しいじゃんそれっていうのを、まず今自分が知ってることをこう吐き出して、並びが整然としてるかとか、それも後でいいから、今知ってることを順番も考えずに、とりあえずもう聞いてくれる相手さえいれば大体出せるから、それを全部出しちゃうんです。それは文字で書くのが得意なんだったら文字でいいし、なんだろうな、例えば出汁だったら、出汁を取ってる様子だけでも僕は研究テーマになると思いますね。出汁の取り方とか、同じ鰹出汁にも関西と関東で違うとか初めて知りましたけど、なんかね、完全に乾かしただけの鰹だしを関西は使うけど、関東はわざわざと、ある種なんかそのカビさせる、と甘みが出てまろやかになるみたいなこと書いてあったんですよ。その表面、そのカビって言っても、だからなんか納豆菌じゃないけど、いい発酵をかけるってことなんですかね。なんかわかんないけど、ブルーチーズみたいなもんなんですかね。その表面をちょっとカビさせて、それで、かつおだしをこう削って出すと、なんだ、まろやかな甘みが出るみたいなこと書いてあって へえと思って、全然知らなかったですけど、なんかそういう分類とか出し方、取り方、地域文化を、営業やってたらいろんなとこ営業行って扱ってる商品とか、扱ってる、商品へのこだわりとか、どういうお客様の反応が多いとか、あとはその時代の変遷とともにこういうものが好まれるようになってきたとか、何でもいいんですけど、多分今知っていらっしゃることって研究してきたことなんですよ。それはもう、それも研究になってると思うんですよね。だからあんまりその理科が得意じゃないからとかってちょっとおっしゃってたんですけど、それを心配する必要は僕はないんじゃないかなと思ってますね。普通にお聞きして、僕らが分かるような整理をみんなですれば、大体の人が受け取れるようになっていくと思うんですよね。で、そんな中でそのやっていくうちに、テーマはこれになるね、どうやら本当に愛さんがやりたかった研究テーマってこういうことなんだねっていう、徐々にこうタイトルがつくような感じに後からなってって、でそれをこうみんなで味わうっていう、その出汁だけに その感じでいくと、なんかなかなかいい研究になるんじゃないかなっていう気がしましたね。まだその愛さん、早速自己紹介してくだ詳しく自己紹介してくださったので、まずそれの情報だけをもとに、勝手に膨らんでいる僕の期待感で喋ってますけど、
まあめちゃくちゃ茜さんとか食いつきそうな雰囲気ありますよね。だって出汁の研究どういうことですかってなるよね、絶対知りたいよね。でそのまあなんだろう、料理本とかで出汁の取り方とか、まあまあ一般論としてこうだよっていう話はみんな調べればわかるけど、まあ営業をやってらっしゃった方が研究やりたいっていうのでこういうことを今整理してる、そこにちょっとでも関わるみたいな話になってくる、だいぶその世界の見え方変わるっていうか、これは愛あかねタッグ面白そうですね。ゆかさんとかも相性良さそうじゃないですか。なんかゆかさんはセルフコーチングというか、まあ起業家さんとか、まあ起業家さんだけじゃなくて一般の人の、まあ、ライフコーチみたいなこともされるわけですけど、やっぱりその生活サイクル、いつ起きていつ寝て、どれぐらい自分がまず良い質の休息を取れたのかと、まあ、その間にこう昼間はどういうサイクルで生活を習慣としてやっていて、でお食事とかも結構ゆかさんその気使ってるから絶対興味あるよね。アンテナめちゃくちゃ張ってる人だからさ、ゆかさんはそのもうめちゃくちゃ勉強熱心なんだよね。まあ、コーチとしてクライアントさんにいろいろこう話聞いてフィードバックしてっていうお仕事するときに、やっぱりこうなんだろうな、教えるではないよね、コーチだから。だけど受け止めるがあらゆるこう方向から何が来ても受け止めれるっていう軸がまあゆかさんにとっては大事なだと思うんですけど、その上でその食事ってめちゃくちゃこう軸としてはさ重要なところですよね。食事休息で、まあ何をやるかはその人それぞれだけどさ、だから母さんとかもめちゃくちゃこうアンテナをこう張ってくるでしょうね。なんか出汁は出汁ときたかと。でその食事の中でも一番根本だからね、出汁ってね。その別にその和風だしに限らず洋風でも中華でも必ず何かしらそのスープのベースとなる何かしらを取るわけじゃないですか。これ面白いですよね。なんか全世界どこ行ってもなんていうの、調味料はさ分からんでもないよ、その味こういうのつけたいなって割とその目に見えて、こういうもの辛いものかければ辛くなるし、しょっぱいものかければしょっぱくなるしってこう思いつきそうだなんてすごくわかるんですけど、出汁取った方がいいんじゃねえかって思いついた人誰なんでしょうね最初ね。でもそのどこに住んでる和洋中どこに住んでる人もみんな最初にそれが大事だって思って、それがこう国のその国々の全然違う地域全然違う文化の全然違う食べ物を食べる時のベースにちゃんと根付いてるっていうのがよく考えたら不思議っすね。出汁取る動物いないからね普通人間しか出汁取らないからね、まあ、火使わないっていうのもよく言われますけど、面白いな出汁って。 誰がなんで取ろうと思ったんでしょうね。取った方がうまいぞみたいなことをどうやって気づけるんでしょうね。すっごい微妙な話だと思うんですよ本当に。何にも知らないで一番最初の最初って考えて狩猟採集する、で火を手に入れて焼けばいいんだってなったりとか、まあ、木の実を置いておくとなんか発酵するぞみたいなことを思いたまたま起きるっていうことはあるんじゃないかと思ったけど、出汁取った方が他の料理なんか食材入れた時にめっちゃうまくなるんですけどみたいな
瞬間がきっとどっかであるんだよね。それなんどうしたんでしょうね。よく思いついたな。そしてみんな必ずそこをどの地域でも通るっていうのは、うん、まあでもそんな中でもさ、やっぱり日本は特に豊かな気はしますけどね。どうなんですかね。やっぱり海産物ベースだからなんですかね、食事が。昨日飲み会がありまして、その研究所の成果報告、所内の成果報告会みたいのがあって、で、まあ1年何したよ、こんな成果出したよっていうのを、まあ、軽く10分ぐらいでトークするっていう、あの本当久々に研究所でみんなで集まって顔を付き合わせてっていう、ちょっと動画の僕の発表の様子とか昨日シェアしましたけど、それの後飲み会行って、で、まあ解散系の居酒屋だったんですけど、まああらゆるこうね、あのそのお店自慢の一品が出てくるんですけど、まあいろんなその海産のだし、まあカツオから始まり、何ですか、昆布、そうだね、カツオ、昆布、他に何があるんだろう、カニ汁とかさ、もうぜ、なんであんなうまいのっていうぐらいうまいじゃん、あら汁とかね。海産物中心の食文化っていうのはでかいんですかね。なんか出汁が豊かになるっていうのはどうですか。愛さんにお聞きしたいです。あと貝だね。そうだね。貝だわ。あのアサリとかね、よくやりますよね。吸い物みたいなやつ。そう、なんかこんなにその出汁の種類、ベースとなる出汁の種類が豊富なことに、これ日本って明らかに豊かな気がするんですが、どうなんですかね。他もその地域に行けば意外とバリエーションがあるのかな。どうなんだろう、バリエーションができやすい文化、土地柄と、単一の出汁をひたすらこう極めるみたいな道もあると思うんだよね。多分もうひたすら全国民がこの出汁を全員使うと、でその上で、一番いいものがひたすら練り上げられて積み上げられるタイプの出汁もあるのかな。どうなんですかね。いや、そう、あの久しぶりに飲み会で会うと結構な感じで、食事を食べてうまいなって言いながら自分がどういう食生活をしているかの話をするんですよ。で、低温調理器これいいよとかその話したりとか、あのやっぱり出勤回数が減るんで家で調理しようみたいな機会がみんな増えていることは間違いなくて、まあやっぱりそこに興味関心向くよね。で必ず全員、この話題にしなかったけど、誰もが出汁を取ってるはずなんですよ。めちゃくちゃ気になり始めましたね。なんか今どんなの取っているのか、何を良しとしているのか、数字化できないからさ。だけどいいものはあるよね、きっと。明らかに品質の高いもの、味が良いもの、誰が味わっても良い味と判断されるものとかあるんでしょうね。あとはその栄養学的な観点とか、直くんが気にしそうな話としては、でもやっぱりなんかそもそも論なんでしょうね。出汁をちゃんと考えることがなぜ重要なのかがよく考えると不思議かもしれないですね。なんでなんですかね。出汁って別に何でもいいから、例えば
おかずとか煮干しとか何でもいいから取っときゃいいんでしょっていうルーティンワークで僕やってたんですよ、僕はね。もうとりあえず何も考えずお湯沸かして、何も考えずに出汁パック入れてみたいな。で、取れたらじゃあ、まあ今日具は何しようかなっていう感じで、なんとなく後から考えて、まあじゃあこれ切るかでポイっていう感じなんだね。だからほぼ気にしてないんだよ、何も考えずに出汁は取るものっていうルーティンワークの中でやっていたけど、欠かせないものであるんだけど、取るのがなぜこれほどまで重要なのか、何なんでしょうね。取らなかったら、取ったものと取らないで味噌汁作ったらさ、もう歴然とした、こう、なんていうの、寂しい味。あんなに差が出るのが不思議だよね。でも、なんだろうな。いや、味別にいいです、しょっぱければみたいな。まあ、超えてませんので。食べれればいいですっていう、味は、何も言いません。いただけさえすればもうとにかくありがたいんで、美味しい美味しくないとか気にしないんでっていう、まあ究極ね、そうなった場合であっても、出汁を取った方が良い理由があるとしたら何なんでしょうね。まあ栄養学的にこうなんですよっていう言い方は一つできるかもしれないのと、それ以外でいくと味気にしません。栄養を、まあ、もしかしてさほど変わりないとして、それ以外にも重要な理由が見つかったら面白いですね。なんで重要なのかを僕考えたことなかったの、今まで。なんで大事なんでしょうね。ちょっと考えてみます。今日出汁だけで30分喋っちゃった。ということで、小山愛さん、本当に参加してくださいましてありがとうございます。必ず、私の、そうですね、研究者と名乗る肩書きにかけまして、良い研究にしたいなと思ってますんで、まずはね、愛さんが持ってる、まあ、そもそもね、なんでその出汁にそんな情熱を傾けるに至ったのかとか、多分ね、語れば気に入らない話だと思うんですよ、愛さんにとってもね。まあ小さい頃の私にとってのどうだとかっていう話でもいいし、お仕事、営業のお仕事されてて、いろんな種類の出汁があるということに、まず仕事を通じて知り合って、結果お客様を通じてこういう反応があってみたいな、まあそんな話も膨大にあるんでしょうし、で研究したい、でもその営業職をやってらっしゃる方ってまあたくさんいる中で、で愛さんに関してはなぜか研究したいと思い立ったわけじゃないですか。なんで思い立つんですかね。でも、理科が苦手だとかって思っちゃうっていうね。理科やっとけばよかったみたいな、ここで気づくかみたいな、その 話だと思うんですけど、いや、理科だって何歳からやったと遅くないですし、なんだったら理科を使わない研究テーマが本当にやりたいテーマかもしれないし、わかんないですけどね。でも、その研究ってさ、文章を読み解く研究もあれば、文化を現地で調査して探っていくっていう体当たり系の研究もあれば、まあその数式を解くような研究もあれば、理科の、まあ、知識ですか、科学的な手法、これまあ一アプローチの仕方に過ぎないから。で僕は結構どの分野の研究であっても僕が楽しいと思える自信があるんですよ。 分類するだけでも楽しいし、
フィールドに調査しに行ったりとか、人に聞きに行ってインタビューするとかも研究としてあり得るわけですよね。心理学とかあったらそうだよね。あなたはどう感じましたかっていう、すごくあやふやなことのようだけど事実ではあるっていうことを蓄積してて、知見として、でその結果を学問にしていくっていうのが心理学じゃないですか。で、必ずしも理科科学だけが研究じゃないので、楽しみですね。それは僕が専門じゃなければないほど僕はそこに興味がある。その研究の種類の研究が僕のやりたいことなのかもしれないですね。だったら気象学の研究で、ずっとやってきたけど、そこに収まるのは僕の中ではもったいないと思ってるんですよ、僕がね。すっごく狭いし、すっごく役には立つと思ってやってるけど、大事だと思ってやってるけど、それだけで閉じてていいのかなっていう疑念ですね、僕の中で、僕に対する。で、閉じている方が効率よく僕は成果と地位と名誉を得るためのルートに乗れると思うんですけど、その興味ではなくなってて、だからこういうことやってるわけですけど。でも研究そのものには興味があるんですよ。研究って何なんだろうなっていう哲学じゃないですけど。でも研究っていうのは生き方だと思ってて、全ての人が何かしらの研究者になっちゃってると、無自覚に。それをそれって何々の研究になってるじゃんっていうのを、僕は外からちょっとつっついてですね、あ、そうか、これって何々の研究なのかと、例えば育児学の研究なのかと、子育てしてたらそういうことだってあると思う。それって研究イコール生き方っていうふうに捉えた時に、そういうふうに浮かび上がるわけですけど、で何かしら例えば森本茜は森本善のどういう生き方をしてきて、どういう育ち方をしてきたかについて一番詳しくて一番研究熱心なはずなんですよ。で、それは森本家だけに閉じておくべきものなのか、もう一部普遍的なものが含まれたら共有した方が財産になるよねと、みんなの共有財産になるじゃないっていう、それを引っ張り出すのがこのサロンの主たる目的なのかもしれない、パーパスっていうか。で、小山さんみたいな出汁できましたかっていう感じだけど、でも俺からすると、そういうのが本当にやりたかったやつです。僕が一番応援したい感じの、そういうやつですよ。それも研究ですよねっていう。で、理科科学的アプローチがいいのか、文化的アプローチがいいのか、フィールドワーク的なのがいいのか、アプローチいろいろあると思うんですけど、研究のアプローチって、過去を掘り返して整理するだけでも研究になるかもしれないし、それがやりたかったわっていう感じなんですよね。本当にありがとうございます。楽しみにしていると同時にですね、必ずっつったら圧かかってますか？どうですか？お力には僕はなれる自信ありますよ、本当に。なぜなら、とにかく僕が興味を本気で持ってるからですね。ここは本当なんですよ。で、僕にどんな力があるかはちょっとわかんないですけど、間違いなく、小山さんがおっしゃってることに対して、他人事にはなってないですね。もう興味湧いてしょうがないです。昨日本買いましたよ、出汁の研究っていうね。3000円ぐらいする。
こんな立派な本出てるんですかみたいな面白いなと思って、意外とでもそれ以外の本は見つからなかったですね。その料理の本はあるんですよ。でも出汁の研究っていう本はなかった、それ以外、著者が誰なのかもよく分からなかった。その柴田書店さんっていうところが出してんだけど、いや楽しみにします。それでは今日も皆さん一日どなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日を。じゃあね、小山愛さんありがとうございます。森本あかりさんありがとうございます。じゃあね。